どうも、ウカでございます。さあ、やっていきましょうか。俺のサクサクセスシーズン5というわけでやっていきます。皆さん、お気づきでしょうか？実を言うと前回から、ちょっとだけ画質が良くなりました。はい、そういう話です。以上。やっていきましょう。今回は、視聴者さんのリクエストをお答えしていきたいと思います。今回は、キャッチャーだそうですね。やっていきましょう。まず、マミムメモ。まあね、初めての漢字というわけで、フルで漢字の、名前的には、モブでブで出るかな。でもまあ、ミの方が早いかな。まあ、ミの方が早い、多分。これだ。これでモブと呼ぶそうです。これでキャッチャーを作ってほしいということですね。包容力のあるキャッチャーという、感じなんですが、まあ、ちょっとできるかどうかわからんけど、まあ、やってみよっか。オープンスタンスの、じゃあ、6で、じゃあね、阪神行く。久しぶりに阪神。全然やってなかったもんね、阪神。レベルが高いね。じゃあ、パワー強化と、あと、じゃあ、肩かな。あ、肩。守備。パワー守備でいきます。ゴー。カードはバンバン使っていきましょう。まあ、ちょっと、できるだけ9枚になってるやつを順番にやっていきたいと思います。まあ、どんなキャッチャーができるのかちょっと楽しみだけどね。おっと、だからここ1枚目、ラッキーでございますね。ありがとう。じゃあね。これちょっと、こっちから行こうかな、先に。で、これで先下行ってから肩ちょっとゲットして。肩最初 E はでかいね。で、これで、EA だ。はい。で、これで、ほいしょ。なんだ？お、野球超人ね、やったね、序盤で。ありがとうございます。よし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 、いいね、いいね、いいね。初っ端の野球超人伝はかなりでかいんじゃないの？ちょっとやってみようか。ほい。オーケー、ミートアップ、さあ帰ろう。まあ、最初だからね。これぐらいはいいでしょう。ちょっと帰り道無駄だったけど。まあ、いいさ、いいさ。ちょっと、まあ、いいか。2回目行きましょう。ステイツー、ゴー。おっと、これはシャッフルはしない方向性で。うん。しちゃもったいないよ。こっちで、こうすんね。で、それで、よいしょと。で、そうすると選手を、ちょっと閉じ込めるというか、まあ、閉じ込めるって言い方はよろしくないけど、よいしょ、これで、おー、9、ラッキーで、こうすればあえるんだよね。俊介選手、ありがとうございます。肩、いいね。ちょっともったいないけど、こう取りか、帰り道とか、肩 C、オッケー、キャッチャーとしてはいいんじゃないの？キャッチャー丸とか拾えたらいいけどね、城島選手、あえっかな、まあ、いいや。はい、ゴール。オッケー、オッケー、オッケー。あー、まあ、あえたらいいけどね。そしたら、チアホヤカード原始はよかったかな。まあ、いいや、行きましょう。ステージ3。おっと、カマスは今いい状況で来てるから踏みたくはないなぁ。だから、宝箱を回ってると面白いけどね、こっち行きましょう。オーケー、よっしゃ、いいね。で、それでさらにこっちだ。よっしゃい、最高。よし、これで余計なもん踏まずに頑張ろう。おっと、その前に、矢部くん、こんにちは。シュビル、おー、ソウルカップ、やったね。で、それで、おい、あー、9か。まあまあ、いいだろう。で、シャッフル。しなくてよかったけど、まあ、いっか。した方が良かったね、これは。こっち、まずこっちですね。ほい、取って。で、ちょっと待ってね。考えてます。こっちやって、ちょっとこっち体力使っちゃいましょうか、一気に。よいしょ、ほい。こうやって。これどうだ、これ。で、それでこうよ、ほい。で、なんだ。おーしゃ、パワー超人ね、いいね。なんだ、なんだ、なんだ。で、家でこっちも取っちゃいましょう。で、ゴール。オッケー、オッケー、オッケー。なんだ、なんだ、なんだ。なんか前回、天才カード使ったけど、これはこれでいいな。ステージ4。パワー強化持っててよかったね。シャッフルはせずに、まず回復。その前にお前が来るんかい？ぐわちょっと待ってくださいよ！しょっぱなそりゃねえべさ。どうしよう。逃げ切れねえもんな、これ。あとゴールいけばいいのか。あ、待って、これでいけばいいんだよ。どうだ？もう一回！もうダメか！一回で許してちょうだいよーん。ゲフッと。まあまあ、しゃあない、しゃあない、しゃあない。うん、序盤。いやでもなぁ、いい感じで来てたから、ここで流れを変えちゃうのは良くない気もするんだが。おっと、肩アップで、これワンチャン、ほい、来いや、なんだ。おー、無地パネルがさ、赤になっちゃって、まあ、いいや。で、こっち回復。9。で、ほい、ほい。おーっしゃ、総力しよ、いいね。で、まあ、回復しただけありがたいと思うじゃないか。で、家でこっち取っちゃえ、せっかくだから。何が起こるか分かったもんじゃない。遅いんだよ、と。まあまあまあ。どこに落ちるか、そっち？え、どこだ？どこ？あー、ダメだ、遠いな。じゃあゴールで。あ、すみません、よかった、選手やって。藤井選手、何？流し打ちね。オッケー、はい、ゴール。おしおしおし、補給も上がったからね。キャッチャーとして補給は大事ですからね。
さあ、ラストステージゴールはできるのかな？宝箱は絶対条件。行きましょう。ゴー！おっと！ラッキーじゃないの？これでホイト。回復8、いいね。で、現状況。シャッフルは踏まなくていいだろ。うん、こうやってだって直接行って。で、こっちだ。挑戦。お、梅野選手、どうも。肩アップ、おっしゃ！あ、でもいい。カレンさん怖いからこっち先行っか。はい。で、何？肩調子ね。よし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 。あ、いいな。いいキャッチャーできそう。これは。なかなか。で、どうしよっか。シャッフルして、カレンさんを遠くへ飛ばすか。でもそうすると、ここに置いてある、ちょっと体力減るマス？これがちょっと出てくる可能性があるんですよ。今の俺の。ちょっと最近そうなんだよね。いい選手ができたから余計なことしたくないんで、これ取って守備力 C にして終えるか。これ上行ってカレンさんに殺される可能性もあるしね。怖いからごめん、ゴール！車内もこれは、あ、待って、家でこっち挑戦してみようかな。で、よいしょ。で、あーダメだ、何やってんだ俺は。まあ、いや、ゴール。何してた、何をしたんだ俺は今一体。まあ、いいや。まあ、でも、これ正報酬でいいんじゃないかな。ちょっと、最後の爪はもうちょっと考えるべきだったか。ダメだね。一本取りってクソやとかありますからね。まあでもできたんだからいいや。これどうかな？俺的にはかなりいい感じだと思うんですが、モブ。読みづらい。よいしょ。あ、目確認するの忘れてた、そういや。あ、これは26だったかな、確か。26だね。なんとなく思い出した、そうだよ。で、それで17。結構一発取り、しかも何本もまとめて取ることが多いんでね。これで OK。うい、どうだ。モブ。いいじゃん、パワー B で。うん、弾道も3でミート。あー、でいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。正捕手だね、これは。はい、OK、できました。というわけで次回もご覧ください。じゃあねん。